松倉城は越中新川郡、松倉村にあった日本の城である。別名、金山城、または角間城。富山県史跡、越中三大山城の一つ。富山城格カードナンバー3。松倉城市からの眺め松倉山の山頂に位置する。本丸には数百本の桜が植えられていて、展望もよく、新川平野一帯を一望できる。参加は、 断崖で五角を構成し、越中最大級である、1335年頃の築城と言われている。城主は、不問理清、桃井忠常と移り、南北朝時代の後は、椎名氏の居城として、越中東部の政治、軍事の中心として栄えた。豊富な産出量を誇った松倉金山を用していた。椎名氏は、最盛期には、 富山県呉れ東地域にまで勢力を広げていたが、1570年、上州の椎名安亀が、総州の植杉氏から対立する武田氏に寝返ったために、植杉謙信に攻められたが100日間にわたり、攻撃を防ぎ、植杉謙信は越後に引き上げた。元気3年5月、武田信玄の正常作戦に行応して、椎名安亀が植杉氏に対立したが、攻防戦の末に、 松倉城は解除した。この結果、上杉四方の拠点として、川田長近が上昇を務め、天正八年十月には、神保長住による攻撃を撃退している。天正十年六月、魚津城落城直後に、松倉城も織田信長方の手に落ちたが、本能寺の変後の混乱によって、すぐに上杉四方に復帰した。その後、天正十一年に上昇。 須田光地下は、笹成政に会場し品野の海図城に転出した。また成政も、富山の役で、前田、上杉軍に攻撃された上、秀吉の大軍の前に降伏、天正十五年に、日ごい放されたが一揆が発生死亡薄らくした。文禄四年には、前田と品に、新川軍が加増され、土井船見白の上杉家の越中州から、軍内の諸城を受け取る。 前田氏は、麓の各馬にあった、城下町をウオズへ移す。松倉城は、慶長年間に廃城となったと言われている。松倉城はいくつかの市場を持っていて、ウオ津市山間部一帯に、山城軍を形成していた。なお、市場名は以下に記述する。近くに、松倉金山があった。5月下旬には、この地を呼びます北城跡、北山城跡で、 戦国の露市祭りというイベントが開催される。種類別指定文化財一覧と山県、公式 HP ハットと山城格カードが完成しました。都並市公式 HP ハットと山城格カード一覧、都並市公式 HP、佐々木は、養子や兄の一族が、細川市、水戸徳川市、上杉市などで存続。同年のガモ騒動に伴う上杉家の、 東神原と新川の交換による、加賀藩文書、前大区徳会など、に、和尾や城の受け取りを記した記録。富山県教育委員会、魚津市教育委員会、北日本新聞2020年11月22日付22面、先人の知恵と自然体験等春歩魚津松倉城跡の古道、復活旧春地形匠に利用より、上杉家文書、上杉年譜、 第2本資料、越差資料ウオズ市商工観光課ウェブ、ウオズ城の戦いほか、ありがとうございます。